プラスキンの開発期間は約1年間かかり、キメ感とかハリ感、使い続けることでお肌のトーンも明るくなったなというのを実際に実感しています。実際に試してみてお肌に合わなかったという方のために、返品送料無料となるそうなので、こんにちは、かよです。本日11月22日から12月3日まで、ついに冬の9点メガ割が始まりました。今回はみんな大好き、あのナンバーズインから新しく誕生した新スキンケアブランドであるプラスキンを紹介していきたいと思います。本当はもっと前の段階から紹介していきたかったんですけれども、新ブランドということで前もって詳しい情報公開をすることができず、今回はなんとメガ割に合わせて日韓で初公開のコラボ動画として紹介させていただけることとなりました。プラスキンの開発期間は約1年間かかり、私もこのようなサンプルを通して長い間テストさせていただき、使用感やお肌の効果の面などで、これは本当にカヨンの皆様に紹介したいと思ってこちらの動画を撮らせていただくこととなりました。先日本社にお伺いしてミーティングもさせていただいたんですけれども、実際に商品開発者の方からブランドのコンセプトや商品への熱い思いなどを直接伺うことができ、これはナンバーズインと同様にプラスキンも絶対に人気になること間違いないなと確信した、今話題の注目スキンケアブランドです。今回はカヨ初コラボ動画ということで、メガ割限定のお得な特典もございますので、ぜひ動画最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。では早速始めていきます。まずはブランドの紹介から簡単にしていきたいと思います。今回紹介するフラスキンは、研究室の実験などで使われるフラスコとお肌のスキンを合わせてフラスキンという名前になったそうです。単なるマーケティング用の流行りの成分ではなく、医学の専門家との研究を通して厳選した成分を選んでいます。またスキンは肌タイプや人種を問わず、どんな方にも万人に愛されるように、全てのお肌のための商品を開発するという意味でフラスキンとなりました。また冒頭でも軽く紹介した通り、フラスキンは私が絶大な信頼を置いているナンバーズインから出た新しいスキンケアブランドです。種類もとても豊富にあって、ご自身の肌悩み別にシリーズを選べるようになっているんですけれども、こちらの新しく出たフラスキンは、誰でも、そしてどんな肌悩みを持っている方でも、いつでも手軽に使える商品を作りたいという思いで誕生したブランドとなります。私も敏感肌、乾燥肌、そして年齢サインが気になる肌質となっておりますので、実際に本当に長期間テストをしてみて、本当におすすめできるアイテムしかコラボ動画撮ることができないんですけれども、大満足だったためこのように紹介させていただいております。最近ではスキンケア何使おうかなと悩んだ時には、とりあえずこのフラスキンを使っておこうと思うぐらいに、自然とパッと手が伸びるようなお気に入りアイテムとなっています。フラスキンのブランドのコンセプトとしては、まず一つ目に高効能抗顔料処方、そして二つ目にアレルギーテスト済み、そして三つ目にクルエルティフリーを掲げており、高効能の成分を 50% 以上抗顔料で配合したり、一般的に行われる皮膚の低刺激テストではなく、6週間にわたる厳しい基準であるハイポアレルギーテストというのを行っているなど、かなり強いこだわりを持っています。そして今回フラスキンの初のラインは、タンパク質に着目したコアプロテインラインとなっており、フラスキンがなぜタンパク質を選んだのかというと、まずお肌バリアの中に約 40% を占めているのがタンパク質だそうです。水分の次にタンパク質ということで、お肌の高い割合を占めている革新成分となります。最近だとよくレチノール、ビタミン、 AHA など高機能成分や少し刺激感のある成分が市場にたくさん出ており、お肌に効果を実感できる分、その分刺激感なども感じる方もいらっしゃるかなと思いますが、実はそのような高機能の成分を試す前に、まずお肌悩みを起こしている根本的なタンパク質の流出を防いであげることが、美肌のための最優先となります。角質飛行といって、古い角質が溜まってしまってゴワゴワしてしまったり、あとは赤みができてしまったり、お肌が揺らいだり、なんとそしてたるみの原因も全てタンパク質の不足が原因となるそうです。今まで高機能成分のスキンケアをいろいろ試してみたけど、なんか効果を感じれなかったという方や、何をしても肌荒れが改善しないという方、どんなスキンケアもお肌が敏感に感じてしまうという方、お肌の総合的なお悩みに悩んでいるという方に、ぜひフラスキンのシリーズでお肌の基盤を整えてほしいという思いで、こちらの4つのアイテム、すべて異なるタンパク質成分をメイン成分としており、アプローチする効能や効果も少しずつ異なっていきます。健康のために雑穀米などを摂るように、互いに不足したアミノ酸を補えるように、多様なオリジン植物性タンパク質を処方しました。ではフラスキンシリーズ一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、白米一番搾りタンパク質トナー 250ml です。
こちらはお肌の密度を強化するために白米タンパク質が 6万ppm 配合されており、その他にも酵素洗顔などで使われる低刺激のエンザイム成分も配合されているため、使うごとに角質を柔らかくして次のスキンケアの浸透を良くするようなブースター効果を得ることができます。またお米の美白効能をたっぷりと含んでいますので、色素沈着ケアやお肌のトーンアップケアも同時にすることができます。臨床試験の結果もご覧いただきますと、2週間の使用でお肌の緻密度が 10.41% アップ、浸透速度や深さが 264.91% アップ、角質改善が 43.06%、 2週間で色素沈着が 240% 改善との結果も出ていました。テクスチャーはサラサラした軽いタイプですが、一度でしっかりもっちり肌になります。さっぱりしているのでレイヤリングもしやすく、使うごとにお肌が滑らかになる使用感です。タンパク質不足でごわついたお肌にタンパク質を補給することでお肌の密度がアップします。香りも一切ありません。保湿系のトナーって油分感があったり、とろっと粘度が高いテクスチャーが多いですが、こちらのフラスキンはエマルジョンの粒子を何度もマイクロ化して、このようにサラサラとした水のようなテクスチャーに仕上げたフラスキンならではの技術力だそうです。私もですね、フラスキンシリーズ全部使ってみた中でも特にこのトナーが一番お気に入りアイテムとなっておりまして、保湿はもちろんなんですけれども、キメ感とかハリ感、使い続けることでお肌のトーンも明るくなったなというのを実際に実感しています。続いてこちら、粘る発酵豆タンパク質美容液 80ml です。こちらは肌密度の強化のために豆タンパク質が 778,928ppm 配合されているほか、若いお肌から抽出したバイオーム一番 ppm 配合で、ハリ感や弾力感、ツヤンとしたキメ感が整う弾力ケア美容液となります。臨床試験の結果でも肌緻密度が 8.1% アップ、弾力の回復が 4.45%、 キメの改善が 7.38% という結果が出ていました。テクスチャーはビヨーンと糸を引くような質感ですが、馴染ませるとスーッと浸透して全くベタつかない使用感です。馴染んだ後は内側からもちもちのお肌に整います。香りも一切ありません。弾力の改善のためにはお肌の内側のタンパク質の密度を上げるというところに注目をして、実際にこちらのもっちりするのにベタベタしないようなテクスチャーに仕上げるために、開発の時点で何度も何度もテストを繰り返して、一番開発期間が長かったフラスキンの自信作の弾力ケア美容液となります。続いてこちら、純白豆乳タンパク質乳液 150ml です。こちらも肌密度の強化のために豆乳タンパク質が 69,349ppm 配合で、かゆみなどのお肌トラブルを落ち着かせて、色素沈着やニキビ跡なども明るいお肌に整えてくれるトーニング効果のある美白ケア乳液となります。臨床試験の結果では肌緻密度 19.03%、 かゆみ緩和が 71.29%、 かいて赤くなってしまったお肌も10分間で赤みが落ち着く効果や、2週間の使用で色素沈着が 240% 改善との結果が出ていました。テクスチャーは水分感あふれるみずみずしいタイプです。肌なじみが良く、水分ベールを覆ったように素早く潤いチャージします。香りも一切ありません。軽い使用感とか使い心地が好きという方は、乳液を使用しているという方も多いと思うんですけれども、意外と乳液でも保湿力が高いとベタベタしたり、なんかお肌が窮屈な感じが嫌だなという方もいらっしゃるかなと思います。こちらのフラスキンの乳液は植物性タンパク質の豆乳を 69% と高配合なんですけれども、本当に全然ベタついたり不快感があるという使用感では全くないので、特にメイク前の朝スキンケアの時にすごく重宝しているアイテムです。またナイアシンアミドも 2% 配合されていますので、使うごとにゆっくりとトーンアップケアもできるというのも嬉しいです。最後はこちら、オーツ麦タンパク質再生クリーム 80ml です。こちらも肌密度の強化のためにオーツ麦タンパク質が 607,853ppm 配合で、損傷を受けて揺らいでしまったお肌のバリア機能を改善し、ピタッとこっくりしたクリームなんですけれども、毛穴詰まりとかもなく驚異的な保湿力を持つ再生クリームです。臨床試験の結果では肌緻密度が 12.4%、 睡眠中のバリア改善が 43.96%、 150時間の保湿持続力のテスト済みという結果が出ていました。テクスチャーは伸びのいいシルキーなクリームタイプです。馴染みもよく、伸ばした後は薄いツヤの保湿ベールを覆ったような潤いツヤ肌になります。香りも一切ありません。再生クリームといったらドクターズコスメのメイン商品かなと思いますが、結構硬いテクスチャーで伸びが悪かったり、テクスチャーが分離してしまったり、結構油分感が多くて毛穴に詰まってしまって、より肌トラブルを誘発してしまったという経験がある方もいらっしゃるかと思います。フラスキン
キンの再生クリームは再生クリームの中でもかなりシルキーなテクスチャーとなっていて、ノンコメドジェニックテスト済みとなりますので、ニキビでお悩みの方も安心して使っていただけるようになっています。そして歯科よりも10倍も鎮静効果のあるこちらの特許成分や日焼けケア用の軟膏などに使われている歯科ステロールも配合されておりますので、美容クリニックの後のレーザー治療後や損傷してしまったお肌のケア用としてもぜひ使っていただければと思います。続いて使う順番やおすすめの組み合わせについて紹介していきたいと思います。基本的にこれから冬の乾燥の季節にはトナー、美容液、乳液、クリームとライン使いしていただければ、この冬の乾燥対策、バリア機能対策はバッチリです。続いてお肌悩み別に集中ケアしたいという方は、お肌が揺らいでいて乾燥が気になったり、お肌のくすみが気になるという方はトナーと乳液、角質が溜まってしまってなんだかゴワゴワしていたり、キメが整っていないなという時はトナーと美容液、お肌がカサカサしてなんだかたるんでいたり、バリア機能が低下してお肌が敏感になっている時は美容液と再生クリームなど集中ケアとして使っていただければと思います。最後にお得情報なんですけれども、こちらの一箱で90日間お肌のコア強化ができるような構成となっており、お値段は定価が 12,900円から目代わりのお値段で6,400円、さらにそこから追加の500円クーポンがついて 54% オフの5900円となります。今回初めて試すということで、お肌に合うかどうか不安という方や、実際に試してみてお肌に合わなかったという方のために、返品送料無料となるそうなので、より安心してお試ししやすいようになっています。こちらのトライアルキットがおまけでついてきます。こちらのトライアルキットも実際に手にしてみると結構量がありますので、しっかりと十分に試していただけると思いますし、旅行用などにもかなりぴったりのサイズとなっています。海外からの発送で返品送料無料というのはあんまり見かけたことなかったので、本当に商品に自信があるからこそできることだなと思いました。返品送料無料やこちらのトライアルキットのおまけは新ブランド新発売記念として期間限定の特典となるそうです。もちろんご購入の際の送料も無料となります。今回なんで単品ではなくてセット販売となったかというと、先ほどもお話ししたように4つ全て異なるタンパク質を取り入れたことで、ライン使いすることで確かなシナジー効果があり、どのように組み合わせても相性がいいように作られておりますので、お肌の調子によっていろいろな組み合わせができるというのもすごくいいなと思いました。ではここまでナンバーズインから新しく出た新スキンケアブランドフラスキンの紹介をさせていただきました。カヨンの皆様にぜひフラスキンの良さを知っていただければなと思いますので、ぜひ今年最後の目代わりご購入の参考となれば嬉しいです。インスタでも動画のまとめや目代わりお得情報、 LINE 公式でもコラボセットの最新情報を流しておりますので、合わせてこちらもフォローをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。